全国で山岳登山用品を中心に販売する ICI 石井スポーツがロゴを新しくし、ストアブランド名をマウントスポーツ石井に統一します。今日はこれから今後の展開について発表会が行われます。また登山界で権威のあるピオネドール賞を2度受賞を果たした登山家の平出和也さんのトークセッションも行われます。私たちはこれからどう変わっていきたいか。自然と触れ合うアウトドアスポーツをする人を一人でも多く増やしていきます。そのために若い世代のお客様、女性が買い物したくなるお店作りをしていきます。マウント石井スポーツに生まれ変わります。マウント石井スポーツのロゴになります。楽しむお客様との共通言語として、もっとに挑戦し変わっていけるお店になりたい、またチャレンジする人、一歩を踏み出す挑戦する人、そういう方を応援するお店になりたい、そう思って、ロゴに思いを込めました。リブランドに合わせて具体的な取り組みとしまして、一人でも多くの人に自然と触れ合うことの感動や喜びを感じてもらうために、新たな取り組みに着手いたします。1、ヤマップとの協業。2、山遊びクラブ。3、ウェブを活用したコミュニティの形成。ヤマップの協業のイベントの企画開催、店舗ウェブでの連携、本日はヤマップの春山社長に、おいでいただいて、ヤマップさんとの協業の話を少しさせていただきます。やはり登山っていうと、どうしてもこうハードとかきついとかっていうイメージが強いと思うんですけれども、その登山自体をもっと今の時代に合うようにこうアップデートしていきたいっていうふうに思ってます。で、具体的にはヤマップの強みである、アプリウェブという部分と、石井スポーツ様の強みである店舗、あとは実際登山やアウトドア、スキー、スノーボードっていうのはリアルが舞台になりますので、お客様に、自然の方に出て行っていただいて、安全により楽しい楽しみ方を提供するという、舞台作りを一緒に作っていけたらというふうに思っております。まずはショップインショップを石井スポーツ様のビックロ店と福岡店の方で10月の上旬から開始させていただく予定になっております。来年以降 EC 部分でも石井様と一緒に展開をしていきたいというふうに思っております。リブランディングに至った経緯とかきっかけを教えてください。全国で石井スポーツ32店舗あるんですけど、そのお店自体がなかなかこう統一されてないっていうことで、ちょっと統一したカラーとか統一したブランドっていうことで、進めていきたいっていうことで、1年前ぐらいからずっといろんなことをこう名前とか、あとは社員とかに、どんなお店でしたっけ、うちの店ってどういうお店なんだっけっていうことをもうみんなにこう聞き取りしながら、そういう形で決めました。海外の登山だったり冬山だったり、そういうこう登山の中のどうしても頂点の部分がの方は信頼していただいてお店に来るんですけど、その中間層だったり初めてやろうっていう方に対してはなかなかこう広がっていけない部分があります。それはやっぱり先ほど言ったように ICI とか IBS っていう屋号では何をこう扱っているお店なのか分かりにくいので、やっぱり山のマークのイメージを持って、初めての人でもちゃんとこう説明してくれる、その人のレベルに合ったものをちゃんと紹介してくれるようなスタッフがそこにいるっていうことを大切にしながら、お客様のことをまず大切にしながらやって話していこうっていうことを伝えてますね。ですが、具体的には石井スポーツとこう手を組んでどんなことを期待できますか？そうですね、まずは若い人たち、特に山に興味があるんだけれども、こう物が高くて道具が高くてこう一歩踏み出せなかった人だとか、
山行きたいんだけども知り合いがいないだとかっていう20代、あるいは30代前半の人たちに向けて、イベント、山のこう独自のイベントですとか、まあ、一緒に行く登山企画のイベントですとか、そういうリアルイベントをまずは積み重ねていきたいなと思ってます。そのイベントをまた記事としてコンテンツとして配信をして、そんなに難しくない、あとは山の楽しみ方っていうのはこういう楽しみ方があるっていう発信を一緒にやっていけたらというふうに思ってます。登山学校っていうものはあのコンテンツの中にあるんですけども、地図を読んだり、あとはあの本当にこうそういう山登りの危険、ロープを使ったような講習会とかしてるんですけども、やっぱそれもですね、限られた方がどうしても多いので、もう少しその一緒に、その広げていくようなイベントを企画できてして、本当に遊びからいろんな楽しみを見出してもらって、どんどん山をにもう一度一緒に行きましょうっていうような形を進めていきたいですね。日本人で初めてとなる2度目のピオレドール賞を受賞されました株式会社 ICI 石井スポーツ所属アスリートで山岳カメラマンでもあります平出和也さん、そしてクライミングパートナーの中島健郎さんです。どうぞ皆様拍手でお迎えください。こんにちは、ようこそお越しくださいました。二人はピオレドール賞を受賞されてもう今朝お戻りになったんですよね。はい、あの数時間前に、日本に帰ってきたばかりで、あの時差で眠いんですけど、あの頑張って今日は話したいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではどうぞお二人おかけください。さあおかけいただいてお話伺っていくことにいたしましょう。改めてこの賞をご紹介させていただきます。ピオレドール賞ですが、このピオレドール賞とは優秀な登山家に贈られる国際的な賞のことで、登山界のアカデミー賞の異名を持ちます。ピオレドールとはフランス語で金のピッケルという意味があるそうなんです。このガラスの中に、まあ、ピッケルがあるんですけど、ちょっと見にくいと思いますけど、あのちなみにあのヨーロッパ人がこの金のピッケル賞をもらうと一生好きなことをして遊んで暮らせると聞いたことがあって、あの残念ながら私は日本人なんで我々ちょっと無理ですけども、1回目の時は、あの金のピッケル真鍮のものだったんですけど、そちらいただいて、今回はちょっとまた違った形のものを、展示して日本に帰ってきました。そうですよね、こう日本人としてこの2つを持ってるというのも初の方になるわけなんですが、日本人初のピオレドール賞を受賞し、また2度目のピオレドール賞受賞も日本人初となっています。ではまずはこの受賞されたお気持ち、熱々のお気持ちかと思いますが、そのお気持ちから聞かせてください。意外とですね、僕はあの冷めてますかね、こうあまり、ね、気持ちの変化は実はないんですよね。あのそんなこう一喜一憂するようなあの活動してないというかですね、まあ、そのやはりこう100メーター走ではなくて、あのずっとこうゆっくり走っていて、こう積み重ねが必要なのが登山だと思ってますんで、あの本当にこれからあのこれまでの全ての積み重ねがこういう形になったということなので、意外 と、実は冷静です。冷めてますかね、大丈夫ですか。いやもう私たちは素晴らしいということでもう盛り上がってますけれども、ご自身としては落ち着いた。そうですね、まあ、正直、本当に私がただ単にこう登りたいと思ったシスバーレが、まあ、きっかけになってこういう賞をいただいてますけど、やはりこう、まあ、私は社会人になって、あの石井スポーツと出会って、まあ、こうやって今活動が続けられていますけども、なかなかこう冒険がこう1回2回は、ね、できたとしても長く続けられない環境が今やっぱりあると思うので、まあ、その中で、正直会社の PR にならないような僕みたいな、プレイヤーをこう本当にあの夢だけを追いかけていく私をこう応援してくださってるっていうのをとても感謝していて、まあ、さらにこう私もこう家族ができて、まあ、子供がいるわけですけど、まあ、家族ができてもこうやって応援、家族からも応援してもらって、まあ、本当にそういった、まあ、全ては応援から成り立っているんだなと、まあ、この賞をもらってですね、改めて感じているところですね。僕自身もあまりパッとあの登山をしててなんか賞をもらうっていうのはあんまりこう馴染みがないんで、ちょっとあんまり
実感なかったんですけど、やっぱり授賞式にポーランドに行って初めていろいろ世界の人からいろいろこう見られ、こう、まあ、見ていただいて、まあ、自分たちがなんかそれなりにすごいことやったのかなっていうのがこうみんなに認知していただいて、それはすごい良かったなと思いました。お二人が受賞されたそのピオレドール賞の受賞式の様子が届いておりますので、早速ご覧いただきましょう。いや来るよ。この度は受賞おめでとうございます。ありがとうございます。改めてシスパーレという山はどんな山で、実際に登るとどんな光景で、どんな風に心に今焼き付いていますか？僕がシスパーレに出会ったのが2002年の、一人でこう山を旅した時に見上げてですね、初めてこう あの山とんがってる三角形のすっごいかっこいい山だなと、あんなかっこいい山に登りたいっていう、もうそれが一番最初にあってですね。で、あの山を登るためにどう自分はトレーニングしたらいいのかなっていうのを考えながら、これまで、いろんな山を登ってきてですね、で最終的に過去3度失敗しましたけど、まあ、やっと、15年越しで4回目の挑戦で、まあ、登ることができました。ただまあ、非常にシンプルなんですけど、あんなかっこいい山を登りたいっていう、まあ、その第一印象ですね。まあ、意外と山頂に立った時にやはりこう自分の中での温めてきたものがあるのでね、もっともっと感動してやったーとかなるのかなと思ったら、意外と冷静で、それ以上に自分の中ではほっとしたっていう気持ちですね。やはりこう自分の大切なパートナーをその 2年前にちょっと亡くしているんですけど、まあ、その彼女の思いとともに山頂には登りたいと、まあ、山頂に立つことができたら新たな自分のまた第二の登山人生が歩めるんじゃないかなっていう、そんなちょっと自分の中での期待があったので、あ、それがやっとできるんだっていう、意外と冷静で、それ以上に、家族のもとに生きて帰りたいっていう方が強かった。
ぱりこんな場所も非常にこんな場所っていうか7000メーターの山頂って風も強くてですね、あの空気も薄いですから、もちろんずっとも言えないですし、そこから脱出するのもすごい大変だったんでね、やっぱりこう一歩一歩間違いなく降りていこうと、まあ、そんな気持ちでしたね。僕にとってはその初めてのシスパールだったんですけど、やっぱ見た瞬間やっぱあの頂に立ちたいって思えるような、本当尖って本当綺麗でかっこいい山なんですよね。これをまあ一緒に、まあ、共感させてもらえたっていうか、同じ夢として僕もその山に迎え入れたのが良かったです。本当にもちろん山頂からの景色はなかったんですけど、天気が悪くて残念ながらだったんですけど、でもやっぱ無事にベースキャンプに降りてほっとして、もう やっとこれでなんか帰れるなって思った時に、なんか登頂の感激を味わいましたね。僕たちはこう誰も登ったことのないルートを選んで、登ったりしているので、非常にやっぱり不安ですよね。それは日本を出るときは、あ、本当に登れるのかな、これ生きて帰れるのかなっていう不安で押しつぶされそうにやっぱりなるんですけど、ただなんかそういったある意味教科書がないようなところに行って自分たちでルールを作って登るわけですから、まあ、でも今時そんな活動はないというかね、まっさらな真っ白なところに自分たちが最初に歩いて、そこが線が引かれるっていうね、そんな、まあ、そういうのに充実感を感じて登っていますけど、まあ、だからこそ自分はやりがいを感じるというかですね、まあ、自分にしかできないことをしたいっていう、まあ、それが、まあ、今回のシスパーレのようなルートを登るっていうのは、まあ、一つの形なんですけどね。まあ、登山を楽しむ具体的なアドバイスがあればいただきたいと思います。やっぱりこう何かをしたいと思った時に、自分がやっぱりやったことのないことって非常にこうエネルギーを使うし、不安の塊で押しつぶされそうにやっぱりなると思うんですね。まあ、ただやってみてできなければまたやればいいじゃないっていう、でもやらないと何も始まらない。僕もその何回も失敗していますけども、まあ、やっぱりこうやって最後はできたわけですから、また僕自身も今回は15年かけてシスパーレにやっと登れたわけですけど、まあ、今度は本当に20年ぐらいかけて登れるような、まあ、そんなでっかい山にまた出会いたいなと思ってますから。でもそれって今は本当にもう見上げてみたらすごい高い高い高いもう目標ですから、でもとりあえず僕はそういったところにやっぱりこう片足をとりあえずは踏み込んでみたいなと思ってますから、ぜひ皆さんも踏み込んでほしいなと思いますね。今回新たにマウントスポーツ石井に生まれ変わることで、より多くの人が親しみやすく分かりやすいお店になったのではないでしょうか。登山は長くゆっくりと楽しむという話もありましたが、これからますます愛好家の方が増えていくのではないかと思います。